サフラ・エイ・キャッツはイスラエル系アメリカ人経営者でオラフル・コーポレーション社長。イスラエルのホロンに生まれ6歳でアメリカへ移住。父は原子核物理学者、母はホロコースト生還者。1983年にペンシルベニア大学ウォートンスクールで学士号を1986年にハーバード・ロースクールで法学博士号を取得した。 1986年に投資銀行、ドナルドソン、ラフキンジェンレットへ入行し、1994年1月から1997年2月までシニアバイスプレジデント、1997年2月から1999年3月までマネージングディレクターを務めた。1999年4月にオラクルへ入社。シニアバイスプレジデント、 エグゼクティブバイスプレジデント最高財務責任者を歴任し、2001年10月に取締役、2004年1月には社長に就任。2008年5月には HSBC ホールディングスの非常勤取締役に選任された。2005年、ホーブス氏が選定するザ・ The、100モーストパワフルウィーメンで22位に選ばれる。既婚で2人の子供を持つ。ありがとうございます。